ミッションを選んでください。エアレイダー、空爆誘導兵、航空部隊を地上から支援する兵士です。空爆を要請できるほか、迫撃砲、巡航ミサイルなどの発射指示、さらにビーグルの輸送も要請できます。武器を選んでください。エアレーダーは2つまで装備可能ですが、さらにビームルを1種類選択できます。エアレーダーは2つまで装備可能ですが、さらにビームルを1種類選択できます。武器を選んでください。武器を選んでください。エアレーダーは2つまで装備可能ですが、さらにビーグルを1種類選択できます。陛下を選んでください。おすすめはレンジャーです。レンジャー以外、ウィングレンジャー。ミッションを選んで、難易度を選んで出撃します。ソウイン、巨大生物を攻撃せよ。一体も残すな。この巨大生物も糸を吐く。捕まるなよ。俺よりしっかり入る。この巨大生物は手強い。慎重に戦ってほしい。
装部隊フォーターズが現地に到着した。要請があればビーグルを手掛かるが。了解。砲兵隊が到着しました。よし、これより支援任務につきます。自走榴弾砲、ロケット砲、発射準備完了しています。エアリーダーが目標を指示する。要請があり次第発射しろ。敵をコッパみじんにしてやれ。よけ隊長、撃ち出した。レンジャーは2つまで装備することができます。ミッションを選んでください。難易度を選んで出撃します。作戦支援本部よりストームチーム、交戦中のチームがいる。救援に向かえ。持ってきた。これで落ちろ。目をつぶっても当たるぜ。それが正しい。なんだ、今攻撃する。後ろの敵を見ることを。出口を。よくやった。大勝利だ。
ことを認めました。 EDF はすでにこのことを知っていたのです。私たちは情報を秘匿していた EDF に抗議を行っていきますが、重要なのは世界が再び脅威にさらされるということです。オーギナーの襲来と時を合わせるように巨大生物が活動を再開した。オーギナーと巨大生物は何かしらの影響を与え合っているというのか。
通信、重大な問題が発生しました。フォーリナーの船団が移動を開始。なんだと？月面から地球へ向かっています。くそ、10隻を相手に対策などあるものか。いくら EDF が力を増したとはいえ、ひとたまりもないぞ。すでに各地のレーダーは最大出力で稼働中。全サイロオープン。超音速ミサイルテンペスト発射態勢です。赤道のリニアキャノン起動シークエンスに入っています。大気圏突入時を狙い、マザーシップの撃破を試みます。リニアキャノン発射と同時に、テンペストによる長距離攻撃が開始されます。それでも全ては落としきれない。地獄になるぞ。背中を守ってくれよ。選んでください。ウィングダイレ武器を選んでください。レンジャーは2つまで装備することができます。難易度を選んでください。出撃します。こちら作戦司令本部。レタリウスを殲滅しろ。遅くされた。やった。次の戦いはこれに任せてください。接近できない。長距離攻撃が最良の方法だ。リニアキャノン発射されました。
着弾、マザーシップ1隻を撃中。やったか。よし、ミニアキャノン再装填中。テンペスト第一編隊発射。もっと早く食べないよ。食べられたくないか。テンペスト、目標へ向かって飛行中。テンペスト着弾、一隻を撃沈、二隻は中破。やった！よし！テンペスト第二編隊発射。再度発射しました。着弾、敵はそんなになし。外したか。テンペスト第二編隊着弾、敵損害なし。外れた。